はい、どうもこんにちは、沖縄の鈴木です。さあ、今日もやっていきましょう。2ポイントホスピタル、あと少し20人のスタッフに研修を受けさせるっていうだけでこのミッドン大学ね、これ終了になります。というわけで今日も一日頑張っていきます。なんかこの部屋で渋滞待ちが発生、10人も待ってんだけど修理中なんだよな。早く、どうしたら修理終わるんだ。あ、終わった。よし、じゃあどんどん行ってください。やばい、また死にそうな人がいた。あ、死んだ。つうか、お尻まで出して死んでるし、痛えな。さて、現在は精神科の方に渋滞が発生しております。ナイトフィーバー病、精神科なんか医者たちの姿が見えないんだけど、みんなどこ行っちゃった？おい、精神科医、あれ、一人しかいない。ちょっと待って、探してくるよ。医者、なんか遊んでるやつとかいないのかな。はい、働け。あと遊んでる人、この人何やってる？あー、作業中なんだ。働け。これで精神科の部屋こなせるよね。なんかすげえ待ってんだけど大丈夫か。病院への不安で患者が怒って帰ってしまいました。最も多かった苦情、すごく退屈。退屈でなくすためのアイテムって何やるの？パペットショー、退屈度低下。パペットショーって置いてみるのか。どな置ける場所がないんだけど。どっか置けそうな場所ってある？適当に置くよ。はい、研修終わりました。三ツ星病院達成。じゃあとりあえず今回は次のステージ行こう。ミッドン大学終わりました。というわけで新しく、ここはタンブルね。あとできそうなのがフレミントン。あとね、このもうちょっとこう難しいミッションがあるんだね。レミックス、このあたりまた後日やってきますね。一応解放されたステージはあんなもんかな、これかな。はい、というわけでフレミントン、今回はこっちの方にも進んでいこうかと思います。とっても裕福な街、フレミントンの病院です。なんか難しいのかな、これ。さあ行くよ、フレミントン病院。ようこそフレミントンへ。知性よりお金を持ってる人が住む裕福な街です。マーケティングライセンスを獲得すればこの街でがっぽりボロ儲け。かっこ正直すぎる表現ですいません。できると思います。マーケティングキャンペーンを展開すれば病院の評判を上げたり患者を増やしたり、もっと優秀なスタッフを集めたりできますよ。この地域で最近感染が拡大している病気、動物園の研究とマーケティングに専念してみてはいかがですか。分かったっす、行こう。とりあえず受付、どの辺に置こう。こういう向きで受付置いてみるってもいいかもしれないな。いや、なんか変だな。こんなもんかな。それから、またいつも通り。ここ寒いのかな、どうだろう。ロビーチェア置いとこう、とりあえず2つ。で、受付が事務員、これはいつもの展開ですよ。事務員を、受付できるカスタマーサービスのスキルを持ってるこの人。はい。受付を担当させます。それで、部屋ね。総合診療室。これでいいよな。はい。で、総合診療室担当のお医者さんも雇います。いきなりこんなところから進んでいくからな。
診断スキル2つ持ってる、この人有能じゃない、1つしか持ってないの。この精神科医は今のところいらないし、とりあえず、はい、じゃあこの人ここで働かせます。あれ、よろしくっす。うん、それからマーケティングか、どうすればいいんだろう。まあいいや、次、一応薬局、薬局どこ置こう。三角です。あー、ダメだ、これ置けない。ここで薬局、こっち側でいいかな、薬局。これで薬局またこっちに置いての、あとすぐに必要になるであろうトイレ、トイレをこっち置くか、これでいいよ、3×2。よいしょ、こんなもんでいいか。それから次、病棟、4×3 です。病棟ちょっとね大きめに置きたいんで 5×3 で置いて、でなるべく、どうしようかな、これでいいか。あ、これミスった。もう一個ぐらいベッド置きたいんだけど、ずっと狭すぎる。これでいいや、これ一応、はい、病棟設置。病棟用のスタッフを置きます。え、まあ、はい、じゃあお願いします。で、あともう一人薬局にスタッフを忘れてたんで、薬局にもスタッフをとりあえず置いとくよ。とりあえずこれでいいかな。続いて、なんか今回ミッションして、マーケティング、マーケティングの部屋ってどうやるの。はい、マーケティングの部屋ってまだ置けないじゃん。困ったな。じゃあその間にちょっと正スタッフルームと、それからちょっともう一つね、もう今までやってみた感じで分かった。スタッフルームのすぐ近くにトイレを一つね、スタッフ専用置いとくと、そうするとスタッフの、なんか不満がだいぶ減ってくるっていうのが分かったんですよ。ここで使える人、男性女性で、スタッフだけで患者のチェックを外します。これするとスタッフ専用のトイレができます。どうしよう。じゃあ、研究室、じゃあ研修室 3×3、 どこらに置こう。ここらでいいか。なんかちょっと適当に置いちゃったけど、ちょっとなんか嫌だ。とりあえず3人が研修できるようにして、マーケティングの部屋を作れって言われたんだけど、マーケティングってどこでやるの、わかんないですよ。はい、公衆トイレ病治療のためこの患者は直ちに薬局に行きます。何をやってんだよ。で、薬局担当の人もいないんだけど、研修に行っちゃってる。ちょっと待って、もう一人、薬局担当、この人でいいや、頼むよ。それじゃあ、どうすればいい。マーケティングの部屋ってどうやったら置けるの。マーケティングの部屋を置け、研究室で研究できるのかな。4×3、研究だからあんまり関係ないような気もするんだが、
隅に置こう。うん、これでいいか、これでいいな。うん、でここでマーケティングの研究してもらおう。マーケティングってここでできる？ないよ。研究しよう。研究の資格を持つ医師がいません。どうしようもないわ。あれ？医師がいない。ちょっと待って。もう一人医師雇おう。多分今医師ここでねセミナーやってんだよ。やっぱりだから患者が来ても見ることができません。しょうがない。あともう一つ必要なのが、検査室。検査室じゃあこう。それで何かあったらこっちで検査室。もう大丈夫か。つうか行列待ちが発生してます。今この部屋の行列待ちは4人か。じゃあまだなんとかなるね。まだなんとかなるか。時間を持て合わせてる患者がいるようです。わかりました。何か起きます。雑誌でも置くか。どっちか。これでいい。ここ置くよ。はい、雑誌の棚もう一個置こう。これでどこ置こう。どこに置こう。とりあえずここらに置いとくか。はい、これで多少は暇じゃなくなるでしょ。そんで、ジュースの自販機も置くか。高級ドリンクって何これ。高級ドリンクね、置いてみよう。今まで置いたことなかったんだけど、スナックで高級ドリンク売れるように塩味。よしよし。で、ゴミ箱を設置して、リサイクルもしていいんだ。これでいいか。ここで。で、そろそろゴミが発生するんで、じゃあ、管理さんを雇おう。頼むよ、掃除を頼むっすよ。研修コース、診断終わり。研修コース終了。あ、終わった終わった。マーケティング、マーケティング、マーケティング。鍋加工室が必要です。わかりました。闇鍋車。ちょっと待て。鍋加工室、鍋加工室。あれ、鍋だ。4×4。はい、これで、いいでしょう。ここで働く人いるかな。闇鍋症を発見しました。分かってるっす。ちょっとスタッフがまた足りないんで頼むよ。あれ看護師。違う。医師。あ、はい、お願いします。医師が足りてねえんだよ。で、ここで待ってる人たちがまたいるから、ちょっと待って。椅子を置くからちゃんと座ってください。で、ついでに、高級ドリンク。はい、買ってください。椅子が足りない？いいよ。広くてゴージャスなスタッフ。スタッフルームのレベルを上げる。この狭さで5にするのきついんじゃ。あ、寒さを感じてる。ここやっぱ寒い地域か。ラジエーター置くよ。あ、本当だ、寒い。本当だ、寒いって。なんか泣いてる人がいるぞ。これでまあ寒くはなくなったの。ちょっと待って、死んでる。幽霊いるし、この人も死にそうだし。ちょっと待って、こういう人ってどうしたらいいんだろう。治療失敗で死にかけている。その横を素通りして感じ。どうしても。ちょっと待って、今さ、幽霊退治ができる人いないんだよ。こういう却下、好き
キル持ってない人全員却下。どうしよう、はい、幽霊2匹もいるし、困った。どうしよう、なんか今人消えてなかった。ここでも順番待ちがもう発生してるし、アップグレードできるかな。機械工学の知識を持つ管理人いません。困ったな。順番にまた育成し直ししなきゃなんない。なんか来た。大丈夫？この人何病？なんか病気持ってる人が来たぞ。病気持ってる人ってなんだよ。病人が来たぞ。おい、何病？受付に移動中。あ、大丈夫か。困ったな。とにかくいい。困ったな。困ったなじゃないんだけど、困ったな。どうしようかな、どうしようかな。やばい。順番待ち。やばい。順番待ち発生中。現在、9人待ってます。はい、患者さんが増えてきたんで少しレイアウト変更しました。通路が狭くなったりもしてるんだけど、ちょっと精神科の部屋が増えたりとか、診察室も増えてるけど医者がいないんだ。医者雇わなきゃ。分かった、ちょっと待って、待ち行列が発生してます。ちょっと待って、医師を、この人何治療スキルは、おお、分かった、じゃあここでお願いします。これで、少しこの待ち行列改善できるかな。医師が患者を動物園と診断しましたが、治療には動物捕獲室が必要です。動物捕獲室どうやって作るんだ。まだ作れないんですけど、どうしたらいいの。動物捕獲室の研究します。分かってる。ここに研究室もう一個作ったっす。で、動物捕獲室これか。はい、研究しますよ。研究室もう一つ作った。で、研究するための医師をまた一人ね雇わなきゃならない。研究、はい、ここでお願いします。動物捕獲室、どういう病気だよ。分かってる。やばい、動物捕獲室の待ち時間が長すぎたのに患者が怒って帰ってしまいました。それ今研究してる最中だからさ。待ってよ、研究のパーセンテージまだ114しか進んでません。まだまだ先だよ。はあ、困ったな。次、狼人間症。これもどういう、絶滅したと考えられていたが森の奥深くで再流行していく病気。満月の光を浴びると症状が現れるらしいが、ドアの半分でも起こる。若い狼少年の病気患者は当てにならない発言をするようだ。治療のためこの患者を、あ、薬局だったら OK。 ちょっと待って、薬局の待ち、精神科医も7人待ってる。薬局もすごい待ってる。だって腰修理中だし、早く治って。困ったな。やべ、受付も9人待ってる。ちょっと待って、どうしようどうしよう。はい、受付2つに増やしました。これで受付近辺がすっごいまた汚いんだけどさ。え、まだ受付9人待ってんの。なんで8人。さっき受付のために雇った人どこ行っちゃった。
あれ？何これ？心身の病気、顔色うかがい病。医師たちが心身の病気を発見しました。顔色うかがい病。患者の健康状態を精神面から悪化させる病気。他人がどう考えているかを気にしすぎることによって発生する。治療のため、この患者を直ちに注射室に送ります。注射室はあるから大丈夫よ。うん、ここね。やべえなあ、そろそろちょっと部屋増やす、トイレが故障してる。トイレ故障してるし、ちょっと待って。そりゃ患者も怒るわ。うん。次。心身の病気、ジャズハンドやけど。なんか、手の毛が原因としては指パッチン。アシャットジャズによる酸性のやけど。およびクールなジャズに触れすぎたことによる低温やけどがあります。はい。骨折病棟も必要。わかった、作るよ。またまた、心身の病気、ぶったまげ病。医師たちが心身の病気を発見してましたが、ぶったまげ病。危険なほど度肝を抜かれた状態。新しいものやパラダイムシフトに直面すると見受けられる。科学者らは、驚きは発明のであるという研究結果を出したが、全く意味がない研究。これも精神科資料。精神科はとりあえずあるからいいや。やばい、赤字だ。赤字だ。どうしよう。ローンを組みましょう。やばいっす。気がついたらね、むっちゃ赤字で、ローンもガチガチに組みました。で、今の画面の隅だったけど、患者も死にまくり、なんかこんな病院になっちゃいました。ちょっとね、またね、なんとかして、軌道修正を図っていこうと思います。というわけで、まあ、今回は、こんなところで一旦終わりにしておきます。時間が使って、なんとかするわ。というわけで、まあ、今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それじゃあ、また。